ティンカーベルのブロンド像ティンカーベルは、イギリス、スコットランドの作家ジェームス・マシューバリーの儀曲、ケンシントン公演のピーターパン、小説、ピーターパンとエンディなどに登場する妖精である。彼女の妖精の粉を浴び、信じる心を持てば、空を飛ぶことができる。愛称はティンク。映画、フックで、主人公、ピーター・バニングが、ネバーランドの隠れ家の中で思い出に浸るシーンの中で、 ピーターパンとティンカーベルが初めて出会うエピソードが描かれている。今から数十年前、ケンジントン公園でピーターの母親は知人の女性と二人で自分の子供の将来について語り合っていた。公園の木のそばに停めてある黒の乳母車の中には白いクッションとおくるみ、式き普段が収められていた。そこに茶色のクマのぬいぐるみ、タデイと、その近くに後に、 ピーターパンと名乗る白のベビードレスにカバーをール、ベビーシューズを履いた格好をした、生後7日目の赤ちゃんが寝かされていた。天気は悪くなり、風も強くなったが、母親は気づかずに話に夢中になり、乳母車は強風によって少しずつ揺れ動いていた。やがて乳母車は、急な坂道を、猛スピードで転がっていき、怯える赤ちゃんを乗せて広場から、公園、市街地、 人気のない森林の広場まで転がっていった。その後、乳母車は森林の奥の円形の石畳の段差にぶつかって横倒しになり、赤ちゃんは熊のぬいぐるみ、タデイとともに乳母車の外に放り出され、石畳に強く叩きつけられ転がり落ちてしまった。数時間後、矢になって、 雨が降り続く中、森林の奥の広場には誰一人来ることなく、母親さえも探しに来ることもなかった。円形の石畳の真ん中では、赤ちゃんが石畳に強く叩きつけられた、痛さと、誰一人も見つけに来てくれない、寂しさで、雨でびしょぬれになりながら、仰向けのまま両手両足をバタバタしながら、長時間大声で、涙や鼻水を垂らして泣きわめいていた。 その直後にネバーランド、ピクシーホローからメインランドにお忍びできた妖精ティンカーベルは公園にある森林の奥の広場で円形の石畳の真ん中で両手両足をバタバタしながら大声で泣きわめいている赤ちゃんを見つけ泣きやまそうとして近くをひたすら飛び回ったり枯葉一枚拾って傘代わりに赤ちゃんの顔の上に当てて雨から守るなどをして寂しさを紛らわせていた そして赤ちゃんの顔をじっと見つめ、体に妖精の粉を折りかけた後、さっきまで泣き叫んでいた赤ちゃんの顔が笑みを浮かび上がっていた。雨も止み、ティンカーベルはクマのぬいぐるみ、タデイを持っている赤ちゃんの右手をつかみ、夜空の向こうにあるネバーランドへ連れて飛んでいった。という設定で描かれていた。劇中では、ピーターパンの楽しい思い出よりも、 悲しい思い出の方が多くが語られる中、生後7日目の赤ちゃん、ピーターパンが初めてネバーランドに来た時から後、6歳児に成長してからメインランドに戻って、両親の元に会いに行くまでの間のエピソードまでは描かれていない。おそらく初めてネバーランドに来た時は、生後7日目の赤ちゃんの姿のままであり、歩行もできず、会話能力もなく笑うか泣くことしかできない。 状態であった。ロンドンから2時間45分かけて、ネバーランド上空を飛んでいる途中で、赤ちゃんが手を離してしまい、それと同時に、妖精の粉の効果が切れ落下してしまった。ティンカーベルはそれに気づき慌てて、赤ちゃんを探し回るが、なかなか見つけることはできなかった。一方、赤ちゃんは見知らぬ土地に落下し、仰向けの状態のまま大声で泣きわめいていた。 その直後にネバーランドに住む子供たちが泣きわめく赤ちゃんの周りに次々と群がってきてじっと眺め一人の少年が赤ちゃんを抱きかかえ泣きやませた後に小屋に連れて行き汚れたベビードレスにカワーオールベビーシューズを脱がし赤ちゃんの体を洗うついでに洗濯していた洗濯物を乾かした後赤ちゃんに綺麗になった白のベビードレスにカワーオールを着せベビーシューズを履かせ 頭に白のベビーボンネットをかぶせた後は、敷布普段が敷かれているゆりかごに入れ、毛布をかけた後に、赤ちゃんの隣に熊のぬいぐるみ、タデイも入れて、ぐっすり寝かしつけた。後に、ティンカーベルもやっと見つけることができ、その後は、ネバーランドに住む子供たちが、しばらくの間、赤ちゃんの育児や世話などすると聞いて、ようやく安心した。しかしそれもつかの間、 中にはうとましく感じる子供も何人かいて、ティンカーベルの知らないところで赤ちゃんに対する必要ないじめが始まっていた。その日から子供たちは、ティンカーベルの知らないところで赤ちゃんに対して、いじめを行うようになっていた。叩いたりつねったりして、泣かすのは、もちろんのこと、食事の時に赤ちゃんに、ミルクや食事を与えなかったり、寝ているゆりかごに、虫やゴミなど入れたり、熊のぬいぐるみ、 タデイと一緒に、射的の的にして、当てたり、大木の枝に引っ掛けて吊るしたままにして、置き去りにしていた。挙げくの果てには、トロッコや歩行器に乗せたまま投げ飛ばして、大木や地面に叩きつけたり、沼や池に落とすなどしていた。ひどい時は、海で二隻の木造の船に乗り、沖まで出て、競争や、海賊ごっこなどが毎回行われ、船の選手のへさきにはチームごとに、 選手像の代わりになる人形を取り付けていた。一隻の船には、熊のぬいぐるみ、タデイ、もう一隻の船には、人形ではなく、生後7日くらいの赤ちゃんが、選手像代わりとして、へさきに取り付けられ、競争の時は子供たちはがむしゃらにオールをこぎ、沖にある岩島までこぎまくっていた。赤ちゃんは、へさきで大声で泣きわめき、よだれを垂らしたり失禁して、ベビードレス。 カバーオールを汚していた。それに気づいた子供たちは、タデイと赤ちゃんのロープを緩め、一旦沖まで漕いだ後、船尾側に向いて船を砂浜に向けて、激しく漕いでいた。途中で、ロープが溶け、タデイと赤ちゃんが海に落ちても振り向くことなく砂浜まで漕ぎ続けた。そんな中、海の中で楽しく泳いでいる人魚が会場を見上げた時に、タデイと赤ちゃんが落下してきた。 赤ちゃんは海中で溺れながらもがき苦しみ、近くにいた人魚が赤ちゃんに人工呼吸をして命を取り留めた。人魚は海上に上がり、熊のぬいぐるみ、タデイと一緒に赤ちゃんを砂浜まで泳いで連れて行ったが、そこには誰一人いなかった。生後7日くらいの赤ちゃんにとっては相当辛く、ご飯を食べさせてもらえないのはもちろん、打撲などの怪我をさせられる上に、熊のぬいぐるみ、 タデイやシロのベビードレス、カバーオール、ベビーボンネットまでも汚され、次第いじめもエスカレートし、あまりの苦痛に大声で涙を流しながら泣きわめく、日々が続いていた。次の日、子供たちは赤ちゃんを熊のぬいぐるみ、タデイと一緒にして、紐で縛ってボール代わりにして、キャッチボールの要領で投げ飛ばしていた。それでも赤ちゃんが泣きわめいているのもお構いなく、遠くへ投げ飛ばしていた。 その時、赤ちゃんが地面に落下し、泣き出した瞬間を見ていたティンカーベルは激怒し、生後7日目くらいの赤ちゃんに対して、いじめを行った子供たち全員に襲いかかり、怪我は、もちろんのこといじめができないように寒布泣きまでに、叩きまくり、大声で泣きわめくまでひどいお仕置きを行っていた。お仕置きが終わった後、ティンカーベルは、赤ちゃんの紐をほどき怪我の治療を行い、熊のぬいぐるみ、 タデイもまんべんなくきれいにした。この後、ティンカーベルは大粒の涙を流しながら赤ちゃんの体に抱きつき、お互いに大声で泣き続けた。後日、ティンカーベルは赤ん坊を妖精の里ピクシーホローに連れて行くことを決意し、白い毛布に赤ちゃんとタディを乗せ、風呂敷を包むようにして運んで行き、他の妖精の反対を押し切り母親代わりに妖精の里で育児に励むこととなった。 生後7日くらいの赤ちゃん、ピーターに対して、いじめを行った子供たちのその後は、懲りることなく、海賊に身を落とし悪行を残媒の日々を送っている。と想定される。髪の毛はブロンドで、お団子にしていて、黄緑色のミニワンピースを着用している。背中には妖精の羽が生えており、パフのついたヒール靴を履いている。体が光っている。怒ると赤い光が出る。 ピーターパンでは全く喋らなかったが、ティンカーベルでセリフがついた。本作では新しく生まれた妖精。儀式で物作りの才能があると判断されるが、地味な裏方作業である物作りに不満を抱く。2009年には国連名誉緑化大使に任命された。ピーターパンのパートナーの妖精。具体的にセリフがあるわけではないが、少なくともピーターやロストボーイたちには、 彼女の言葉がわかる模様。ピーターパンに対し恋心を抱いているらしく、ピーターに近づく女性には容赦なく攻撃し、時には殺害しようとすることも厭わない。その激しい嫉妬心をフック船長に利用され、隠れ家の場所を聞き出されてしまう。こう振り巻きながら飛んでおり、この粉を浴びると空を飛ぶことができるようになる。本作では、ウェンディラのほか、庭に繋がれていた。 七や海賊船も彼女の粉の効果で飛翔するなど、粉自体が飛翔能力を与えるかのような描写がなされている。副船長の船に捕まった後、ピーターパンには手を出さないことを条件に隠れ家の場所を教えた。彼女の粉を浴びただけでは飛べないということが明かされた。人間に妖精を信じてもらえないと、どんどん弱ってしまうが、ジェーンに信じてもらえたことで復活する。 服装は服の色が黄色のミニスカートワンピースを着ている。ツインテールをしている。髪色は不明である。ウェンディを助けるために毒入りケーキを花瓶の中へ放り込んだ描写がある。青緑色の髪でオレンジのドレスを着ている。赤い髪でピンクのドレスを着ている。1時間枠での初回放送版ことスペシャル放送版でウェンディがピーターパンにキスをしたことをきっかけに嫉妬する。 21話でピーターパンを救おうとして自分の秘めた力を解放して命を落としかけたが23話で一命を取り留めた25話でウェンディと和解した金髪で赤いレオタードを着ている茶髪のロングヘアーでピンクのドレスを着ている映画フックでは茶色のドレスを着ていてウェーブヘアーをしている映画ピーターパンでは葉っぱでできたドレスを着ている 外見は世界名作ファンタジー版と同じである。ディズニー版を同じ姿をしているが、全体的にアレンジされている。ありがとうございます。